はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、エアコンで足が冷えちゃう人の改善方法を紹介します。今回はね、この速効性がありますんで、足が冷えてるよって方はぜひやってみてください。たったの30秒程度です。ポイントはですね、叩く、締める、揺らす、この3つです。では横になってやっていきましょう。はい、まずはですね、横になります。そしたらまずは軽く血流を上げるために止血します。というのも、足をですね、まず膝の下に片足挟んで折り曲げます。これでしっかり足を手前に引き寄せて、ぐーっとね、膝から下の血流を少し止める感じです。ぐーっと止めたら離します。ぐーっと止めたら離します。これ3回です。ぐー、はい、はい、反対いきます。膝の裏に足を入れて、ちょっとね、足が痛いと思うんですけども、しっかり引き寄せて、ぐー離します。ぐー離します。あともう1回、ぐー離します。はい、今度は軽くね、ふくらはぎを叩いていきます。片足でふくらはぎを叩きます。だいたい10秒ぐらいです。軽く位置をずらしながらですね、叩いていきます。ちょっとふくらはぎがね、硬い方は痛いと思うんですけども、ちょっと痛いの我慢しながらね、やってください。はい、今度は揺らします。まずは足首縦揺れ、縦揺れにブラブラです。だいたい5秒です。1、2、3、4、5。今度は太ももをこういう感じでね、太ももを動かします。それで楽にね、膝から下を動かしてください。これ5秒、1、2、3、4、5。はい、 OK です。はい、お疲れでした。めちゃめちゃ簡単ですよね、今の3種目。これをね、足が冷えてるよって時とか、あとは足が冷えたその日の夜とかね、やってもらったら、翌朝足が少し楽になってます。ポイントはですね、先ほど言ったように、まず止めて揺らす、叩く、あとは縦揺れ横揺れっていう感じで足を動かしてください。結構ね、もうかかった、かかった。結構ね、エアコンってやっぱり冷たい風下に行っちゃうんで、夏っていうのは結構足が冷えますんで、足が冷えるとですね、むくみやすくもなります。なのでしっかりね、足がむくんじゃうよって方は今の分を毎日やってみてください。とっても簡単ですので、お風呂上がりとかやるととってもリラックスもできていいと思います。ぜひ頑張ってみてください。簡単なのでやったよって方はコメントとグッドボタン待ってますんで、今日もご視聴ありがとうございました。